道場十年南無阿弥陀仏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 。令和5年に入って1月六月が終わり、如月2月になります。そして弥生3月を迎えます。冬来たりなば春近しと昔から言いますが、2月は寒い時期です。先般1月24日5日は大変な寒さで、京都も深い雪の景色を見ました。また東日本を中心にして全国的に交通網が混乱して深い雪の影響があったことはニュースでみんな知っていることであろうかと思います。今月の言葉は欲深き人の心と降る雪は積もるにつれて道を失う、このお言葉をめぐってご一緒に時間を過ごしたいと思います。実はこの今読み上げました言葉は内容的に言うと、例えば罪深き人の心、そして降る雪、全くこれは関係がないわけですけれども、その関係のないことが最後の行にあります。積もるにつれて道を失うというところで、この言葉に触れる人に分かってくることがあるわけですね。それは多分この言葉に触れる方のご経験と、そしてまた思い、想像力とがそこに働いて、あ、こういうことなんだなということ、そのことに気づく、気がつくということがあると思います。私たちは平生何かを教えることによってそれを分かるというような経験ばかりですけれども、今話題にしていることは気がつくということです。経験と、そしてまた想像力と、そしてまた自分の思いとが一つになって、ああそうだというふうに気がつく世界がここにあるわけです。で、今申しているような、まず欲深き人の心、これは欲、貪欲に、むさぼりの欲に振り回されている、その振り回されていることによってどういうことが起こるか、同じように雪が積もる、激しく雪が積もって、そして私どもはその積もった雪に全てが隠されて見えなくなって、そして道を歩くにも誤ってしまうというような経験というふうなこと、そういうことがあるわけですね。今申しました2つのことをつなぎ合わせて、私どもは気がつくことがある。まさにそのことが今月の法話の伝道掲示板の一つであります。私たちは今申しているように欲深い、その心でもって進んでいくときに見えなくなってくるものがある、道を失う。同じように平生雪が積もってないときにははっきりと分かっていたその道が雪に覆われて、一面田畑も道も違いなく
真っ白になっていって、そして歩くべき道を失ってしまう、分からなくなってしまうということです。で、このことを今言葉を変えて言えば、道を失うということは迷うということであろうかと思います。私どもは今申しているようなことで、まず欲深き人の心、欲深いことによって迷ってしまうことがあるということを気がつく、このことだと思います。欲深き心というのはどういうことかと言いますと、私どもはすべて煩悩と言いますけれども、むさぼりの心、苛立ち怒りの心、さらには愚痴の心、これを三毒とか、または三苦とか申しますけれども、このことにいつも関わりながら平生過ごしているということです。特にここにありますようなむさぼる心、欲深い心、このことが平生いろんな形で私どもをあらぬ方向に動かしてしまうということが、私もそうですが皆さん方も振り返ってみるとご経験のことがあると思います。このことはなぜ起こってくるかというと、私たちはその心によって実は心悔の三号、身体の働き、そしてまた言葉を発する、そしてまた心持ちをやはり誤ってしまうということに結びつく行動ということがあるからです。で、そうなりますと、実は私どもが道徳的に守らなければいけない決まりとか、またはそのような決まりに背いてしまうというふうな行為に走ってしまうことがあります。で、それを今申してますようなことで言いますと、罪というふうに言うことがあります。罪を犯すとか、そしてまたこの悪へと走るというふうなことです。どういうことかと言いますと、私どもが持ち合わせている心悔の三号、このことは同じようにむさぼりの心、苛立ちの心、怒りの心から発してくる、そういうことをお互いに持ち合わせているということだと言えます。ですから今申しているようなことの根っこのところに、私どもの平生は欲深き人の心というふうなことで戒められていくことがあります。そうするとその欲深き心に振り回されると見えなくなってくるものがある、人として生きる道が見えなくなってしまうということが、ここにこのお歌の中に、ある、この言葉の中に味わっていかなければいけないことであると思います。で、そうしますと、そこで私どもはそのような罪を犯すとか悪に走るとかというようなことを平生持って生まれた私どもの身体の働き、言葉の働き、心の働きでありますから、これは老若男女、どなたでも、人種を問わず誰でも持ち合わせているということになります。この持ち合わせている、今申しているような事柄を
言で言えば凡夫という私どもの用いる表現になると思います。私どもが平々ボンボンとして、そしてまたいろんな事柄に心を奪われて、そしてまた決まり、またはああしてはいけない、こうしてはいけないということに背きながら、いろんな事柄を行わざるを得ないという、そういう人の差がと言ってもいいかもわかりません。そのことを思うときに、私どもは振り返ってこれでいいのかなということをやはり見つめていかなければいけない。このことがこの言葉の中に込められていると思います。道を失うということがないようにということを語っているのが、この今回お話ししようとしているこの言葉であるわけです。で、そのことを思うときに、私たちは反省するとか、または懺悔する、まあ、そのようなことを思います。実は今申しているような人の差がの中で、一人一人が現代においてもそうです。現代においてこそまさにそういう傾向があると思うのですけれども、それゆえにやはり振り返りながら我が身を大事にしていかなければいけない。そのことがいささか堅苦しい言葉ですけれども、懺悔ということであると思います。まあ、懺悔と読みますが、仏教語では懺悔と表現します。つまり自分が犯してしまった罪、または過ちをやはりじっと振り返って、そしてそれを改めていこうとする、その気持ちです。このことは実は一人一人に与えられている生きる道を考えさせてくれるし、またはっきりと教えてくれる大事なきっかけになるわけです。仏教はそういうわけで懺悔ということを非常に大事にします。つまり悪に走る、罪を犯す、思わずそのようになっていく自分というものを思うときに、やはり振り返りながら反省する、懺悔する、まあ、このことが大事なことです。そのことによって道を失うことのない生き方ということに結びつくわけです。法然上人は今申しているようなことをお歌に託しながら残しておいでのことがあります。それはちょうど今日掲げた言葉と符合するわけですけれども、雪のうちに仏の皆を唱うれば、積もれる罪ぞやがて消えぬる、まあ、こういうお歌を残しておいで、積もっていく罪、つまり私どもが煩悩に振り回されながらいろんな行動をする、いろんな思いを持つ、そういう積もれる罪が仏の皆を唱えることによってやがて消えていくのですよというふうにお歌に残してくださっています。実は浄土宗の年中行儀の法要の中で一
つ注目すべき法要があります。それは仏名会という法要を務めるお寺が多くあるわけです。つまり仏の名を唱える三千仏名会というふうに、例えば京都嵯峨の清涼寺様などでは伝統的にそのような務めをなさっておいでです。その仏名会の言われと申しますのは、仏名経というのが、ありまして、こんなことを仏名経は述べているわけです。人というのは一日に8億四千の思いが入り混じるほどに心の中で思う。その思いの中から今申しているような煩悩が立ち現れて、それが私どもの言葉になったり行動になったりするのですよと。じゃあそういう場合に、そういう私どもは凡夫人間でありますから、どうすればいいでしょうかと。それはこのようになります。凡夫在生苦恵の実は、凡夫の罪、そしてまた悪によってなされるその苦恵と申しますのは、ちょうど綺麗な体に赤がつくような、そしてまた塵まみれになるような、そういう実はですね、実はそのまんまにしてて済むものではないのですよと。ただ来三、つまり三下のお念仏をして、清浄の水で洗っていただくことによって、実は私どもの今申しているような在業のその赤を洗い落とすことができるのですよというふうに述べています。雪はいくら積もっても気温が上がってくると自然に溶けます。そして何日か経つと元の自然がそこに私どもの、ね、視界に入ってきて安心します。ところが私どもの今申しているような、ここにありますような欲深き人の心というのは、やはりそのままにしておいて雪が溶けるように、ああ元に帰ったというふうになっていくのではないということが一つ大事なことです。従いまして、そのことをどうすればいいだろうかという宿題を、すべての私ども人類は実は抱いているわけです。そのことを今申しましたように、法然上人はお念仏を申すということによって、その罪がやがて消えていきますよというふうに私どもに諭してくださってます。法然上人の70歳を過ぎてからの晩年に、土佐へとゴルガイの身になられました折に、法然上人はそのゴルガイになられたことを、これはありがたい、ありがたいことだというふうにおっしゃってます。なぜかといえば、都にいて都の人たちだけにお念仏の教えを説いてきたけれども、流罪になって流罪の四国の方へ、土佐の方へ赴くと、そこに住んでいる方々にお会いできて、いろいろお話ができ、そしてまたお念仏の教えを伝えることができるから、
これは本当にこのありがたいことだというふうにおっしゃっています。例えば、播磨国高砂、今、高砂という、ね、地域があります。まさにそこでありますが、そこで実は60過ぎの老夫婦にお会いしたときに、その老夫婦がですね、漁師として魚を取り、また海藻を、ね、取っている。これは魚の命をこの殺していることになる。海に漂う海藻を取っていることは、これも命を、ね、殺していることになる。こんな私たちでもいいんでしょうかというふうに法然上人に問いかけてみえました。法然上人はそれでいいのだと、その生業の中でただ一つ南無阿弥陀仏と申すということによって今抱かれている、そういう罪深いことをしたというような気持ちが阿弥陀様に受け止められて、そのままであなたは仕事にも精を出すことができるのですというような事柄をお答えになっていることがあります。また室の泊まりで遊女が法然上人に自らを嘆いて語りかけてきました。なんで私はこんな風な身になったんでしょうか。こんな私は五世、つまり死んでいってからどうなるんでしょうか。助けてくださいというように懇願されました。法然上人はこのようにお答えになられました。一番いいのはそのような仕事をやめることですよ。それができなかったならば、あなたは心底自分のことを振り返り思って南無阿弥陀仏と唱えて阿弥陀様の本願の御心に任せて過ごしなさい、まあ、このようにおっしゃって、その言葉を聞いた、質問をした遊女は大変喜び安心して法然上人のお言葉のままに、つまりここにありますように道を失うことなく自らの命を、自ら与えられた大事なその生きていく力をね、獲得された、このようなことが残されて、います。私どもは日常の生活の中で、先ほど申しました欲深き人の心をそのまんまにしているのではないでしょうか。ちょうど庭に草が生えているように、その草が茂って藪のようになっているかもわかりません。それではいけません。どうかこの今月の言葉にあるようにね、積もる雪で道が隠されてるけれども、しかしそのまんまではいけないのですよ、道を失ってはいけないのですよ、というこのことを戒めにして、私どもは日々一歩一歩歩んでいきたいものです。このようなお歌もあります。それはよろずの罪は深くとも我が本願のあらん限りに、というお言葉も残しておられます。数えることができないほどのまた深い罪を、先ほど申しましたわけで、私どもは罪を作る犯すというようなことがありますけれども、しかし私のために、実は阿弥陀様は
救いの本願を、南無阿弥陀仏を私どもに、ね、与えてくださってるんですよ。ですからその南無阿弥陀仏の阿弥陀様の本願の御心に沿いながら一日一日を生きていくこと、つまり南無阿弥陀仏に託して過ごしていくこと、その時に罪やまたは悪いことをするというふうなことを立ち止まって振り返りながら自らを正して仏様の力で阿弥陀様に任せて進んでいくというその生き方の極意を法然上人は残しておいでだと思います。欲深い私たちの心と、それから心身と降る雪、これは共に積もるにつれて、積もれば積もるほど道を失わってしまう、道を極めることができなくなってしまうんですよと。ですからどうしたらいいでしょうかと、まあ、こういう問いかけがあそこに込められているのが今月ご一緒に話題にしたいと思った言葉です。長い時間になりましたけれども、どうか私どもの自然の中で2月のね、立春を迎えて春が来ます。そしてまたいろんな自然の木々が芽生えてきます。そういう中にどうかお一人お一人我が道を失うことなく前を向いて元気に過ごしましょう。ありがとうございました。南無阿弥陀仏、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 南無阿弥陀仏。